ゲルハルト・ハナッピは、オーストリア出身の同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1953年のフィファ世界選抜に選出され、オーストリアの20世紀ベストイレブンにも選出された DF。当時オーストリアブンデスリーガに属していたバッカー、ウィーン出身。21歳で、オーストリア最優秀選手賞を受賞するなど、 ドイツ5県最高の司法と言わしめたほどの才能を持ち、多くのクラブが引き抜きにかかる。しかしバッカーウィーンは他チームへの移籍を拒否。そこで、SK ラピードウィーンのスポーツディレクター自らが花っぴを誘拐。正式には、行方不明となった花っぴは、この誘拐から数ヶ月後に、本人が行方不明という理由から自動的に無所属になり、 バッカーウィーンとの契約も無効になる。しかし無所属になった時点で突然本人の行方がわかるようになり、バッカーウィーンの関係者が連絡を取った時点ではすでに SK ラピードウィーンと契約を交わしていたという現在では信じられないようなエピソードがある。現在でもこの出来事は花っぴ事件として知られている。しかしこのような 誘拐を計画してまでも花っぴを獲得したいというクラブが現れたこと自体が彼の才能がいかにズバ抜けていたかを物語っている。その後は SK ラピードウィーンの一員としてオーストリアブンデスリーガでの優勝7回、オーストリアカップ優勝1回、ミトローパカップ優勝1回、UEFA チャンピオンズカップ準決勝進出等、輝かしい経歴を残す。 同クラブでプレーした14年のうち7年間は、首相としてチームを引っ張り、333試合に出場、114得点を記録している。オーストリア A 代表選手として93試合に出場、1954年 FIFA ワールドカップ、スイス大会では3位という好結果に貢献している。当初は MF、20代前半から攻撃的な DF として、 多くの試合に出場していたが、実際には、どのポジションもこなせる、多様性のある、ユーティリティープレイヤーとして高い評価を得ていた。1965年に現役を引退、同年には、オーストリア国家勲章を授与される。フーゴマイスルのようにサッカー業界出身の人間が、国家勲章を授与することは、過去に、幾度変わったが、サッカー選手としての功績が認められての授与は、 初めてのことであった。引退後は、ベストスタディオンを、設計、建築家として優れた功績を残した。1980年8月23日、がんのため51歳で死去した。ありがとうございます。